いかがでしょうか、ズドーンということで、全く風は通さない。もうゴアテックスだからね。おすすめの人、どんな人がおすすめなんかというと、はい、本日はですね、こちらとうとう買いました。ヘルノのダウンジャケットをご紹介していきたいなと思います。ということで、ヘルノというと、ダウンジャケットでは高級ダウンジャケットとして皆さんご存知だと思うんですけども、まず見ていきましょう。とりあえずね、初のヘルノということで、僕もまだ着てもないんですよ。だから皆さんと一緒に見ていって、着ていこうじゃないかということで、いかがでしょうか、ズドーンということで、今回なんと、ハイスペックモデル、ゴアテックスのダウンジャケットをね、購入してみました。なるほど、なるほど。生地感的には結構マットな生地感で、ファスナーの部分が黄色くなってて、ゴアテックスっていうあれは逆に入れないんだね。ここら辺のブランドまで来たらもうゴアテックスは隠すっていうことになってるのかな。まあ、ちょっとわかりませんけども、このブランドになってます。これがね、イタリアのブランドでね、1948年とかからあるブランドで、ついこの間ムーレイっていうダウンジャケット買ったんですけど、ムーレイもイタリアのブランドで同じような感じなんかなと思ったりしたら、こっちの方がめちゃ老舗なんですよ。ヘルノはめちゃくちゃ老舗で、ムーレイは結構最近のブランド、20年30年で、ヘルノに関してはもう80年ぐらいのブランドなんで、こう実際買ってね、調べていくと、あ、全然違うねなんていうのが、分かってはきたんですけども、こちら今回ですね、48っていうサイズで購入してみました。僕身長178ぐらいで、体重が70ぐらいなんで、あ、こんなもんですね。ちょうど48ジャストぐらい。日本人で言うと L サイズっていう感じですね。で、もともとダウン自体がそんなに大きい、パターンで作ってないので、腕とかも綺麗に細くなってるし、特にこの肘の部分のダウンは結構量減らしてますね、あえて。で、動きやすくしてて、なおかつ細くなるように作られてるっていうところ、やっぱりハイブランドっていうか高級ブランドのね、ダウンになったら、こういうところ考えられてるんですよね。だから、まあそういうところがね、いいんちゃうかなと思いますけど、まあ少し、まあ寒さがどうかっていうところはあったりしますけども、このような感じになっております。普通アウトドアブランドとかやったら、ここにゴアテックスとかで書くじゃないですか。何にも書いてない。もうゴアテックスをね、隠すぐらいのレベルやから、すごい。あ、バイン、この袖口もすごいですね。もうほんまにこれ今僕初めて着てるんですけど、ちょっとバインダーが、なんて言ったらいいの、こうメッシュみたいな感じになってて、普通ってリブじゃないですか。リブのこういうニットリブみたいな感じなんやけど、このメッシュ生地になってるってね、この辺は蒸れへんようにとかっていう対策なのかもしれないんですけども、こういうのが中にね、実は仕込まれております。だからベルクロで留めるとかっていうのはなくて、こうメッシュなってますね。まあここら辺のブランドまで来たら、だいたいこういうところまでこだわられてるようなね、感じなんで、値段が多分ね、これ11万とか12万とかそのあたりやったと思うんですけども、あ、ここに書いてました、ゴアテックスって。ないないなと思ったらここでした。で、ゴアテックスインフィニウムって書いてるんですけど、普通ノースフェイスとかやったら、ゴアテックスの時にここにタグもついてるんですよ。ゴアテックスってタグついてるけど、そんなもんは必要ない。ここのブランドまで来たら、そんなよくわからへんロゴとか必要ない。もうヘルノだけで OK っていう感じで、もう勝負してる感じがしますよね。で、今回ね、喋るうちに、いろいろ調べてこようと思ったりはしたんですけども、このダウンジャケットについてっていうのがあんまりなかったんですよ。っていうのも、もう一個迷っててね、こっちにしようかなっていうのがあったんですけど、このね、なんかボンバーダウンジャケットみたいなっていうのが結構定番で売ってて、これが16万とか15、6万ぐらいな感じだったんですけど、これしようかなと思ったんですけども、まあ、初っ端ヘルノ行くときに定番もいいんですけど、やっぱゴアテックスモデルでどれぐらいノースフェイスと違うんかなっていうところも興味あって、こっち行ったんで、記載されてる情報って少なかったんですよ。だからこう着ていく中でね、これちょっと怖いなとか、これええなとかっていうのをちょっと見ていきたいなと思ったんで、喋る内容っていうのを特に決めてないんですよ。もうほぼフリートークで行きたいなと思いますので、皆さん楽しんでいただけたらなと思います。ではまずはですね、このポケットとかに手突っ込んでいくんですけども、あ、すごいですね、このボタンもね、ヘルノボタンになってますわ。これヘルノとロゴが入ってて、でここだけ生地を変えて、ちょっと高級感のある感じにして、ポケットの手入れたところにはちゃんと起毛感のあるような、フリースっぽい、フリースまでいかんけど、ちょっと起毛感のあるようなね、生地が採用されてたりはしております。まあただ好みが出そうなんが、この前のファスナーですよね。この黄色いファスナーがやっぱ人によったら微妙っていう人もいてるやろし、どうなんかなと思ったりするけども、まあ、逆にそれが人と違っていいっていう人もいてるやろけどもね。でフードに関しては、これはね、ボタンですね、ボタンでパチパチついてるだけなんで、このように外すことができます。これはね、ムーレもそうやし、モンクレールもそうやし、だいたいこうやってもうボタンで外せれるとか、ファスナーで外せれるようになってるので、まあ、外すとシンプルな感じのダウンジャケットですね。そして前を締めてみましょう。この時のフィット感がどうかっていうところをちょっと試したいなと思うんですけども、極端に言ったらね、こんなことなってないけど、極端に言いますよ。極端に言ったらこうなってる感じ。この腰のところに綺麗に沿うようになってて、あとのこの裾の部分はドローコードでグッて、ドローコードでグッて締めて、こうまっすぐキュッてやってくれてもいいし、もう締めなくて、こういうなんていうの、こう砂時計みたいな形にしてくれてもいいし、みたいなこう作りになってますね。普通アウトドアのやつでもうちょっとボカーンと降りてる感じなんですよ。この辺とかもうすごい余裕ガバガバありますせーみたいな感じだけど、そういう感じでもない。ほんまに結構タイトに当たってるような感じになってるので、これは確かに暖かいやろうなっていうね、印象はありますね。だからね、モンクレールぐらい、こういかにもモンクレールっていう感じはもう全くないじゃないですか。あれ、なんかこうユニクロの延長線で起きるんかなっていうような感じのダウンジャケットやし、それでいてタトラスほど綺麗すぎない。
もうこれはこれでいいんですけど、これはまあウールっていうかちょっと若干ね肝もするっていうか、こう毛玉あるっていうところもあってなかなか切られへんっていうのもありますけども、そう考えたらこのヘルノのゴアテックスモデルは結構ガシガシ切れるやろなと。だって言うたってゴアやし、多少雨濡れたっていいし、風全くどうしてこへんし、なんか薄手のブルゾンぐらい見るじゃないですか。薄手のブルゾン羽織ってんのぐらいに思うんやけど、全く風は通さない。もうゴアテックスだからね。だからその辺はね非常にいいんじゃないかなと思います。迷うとこですよね。この辺りで大体25万ぐらいで、こっちが16万7万ぐらいで、これが11、2万って考えたら、まあ比較的コスパはいいような気はします。で、皆さんが言いたいことはこれですね。おいおいちょっと待てよと、タクゾこれ11万か2万かするんか知らんけど、これ半額大体6万円ぐらいで同じゴアテックスインフィニウム使ったダウンジャケットあるやん、ノースですから、このビレイヤーパーカーってやつあるやん。よし、じゃあ見ていただきましょう。やっぱりサイズ感とかカッティングが違うだけでこんだけ見え方って変わるんやなっていうのをね、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。これどうですかね。今結構まあスッキリした感じの、ちょっと今からシャツの中で出てるからあれやけども、まあ、結構スッキリした感じで着れてるんじゃないかなと思いますので、まあ、大人の男性っていうような印象があるんですけども、じゃあ次ビレイヤーパーカー着ますね。はいと、まあこんな感じになってるんですけど、少しやっぱりこうアウトドア感があるので、まあ、やぼったいとまではいかんへんけども、ちょっとカジュアルな印象になってくるかなと思うので、同じダウンジャケットでもこの型紙の段階でね、どういう服に作りますかっていうので、この身幅がこうでとか想像するけど、それが違うだけでこうも見え方が違うっていうね。同じゴアテックスインフィニウム使って雨風に強くて外でも着れて中でも着れるっていうところがいいんやけども、ちょっとこれやったらカジュアルすぎるかなと。まあ子供と一緒に出かけたりとかするとか、ちょっと公園パッと行くとかっていう時は全然これはこれでいいと思うんですけど、ちょっとね大人な感じで行きたいっていう方なんかはこっちの方がいいかもしれないですね。でちなみに後ろのところの方に関しては、この首元ね、ここボタン見えてるんですけど、ここをキュッて返してあげると多分見えなくなるんじゃないかなと思いますけども、この中に入れるのか、この中にピュッて入れて、そしてここから上からカバーしてあげるとボタンがね見えなくなるというような感じになってますね。ではですね、デメリットのところに行きたいなと思うんですけども、まあ、デメリットは何なんかっていうところでね、見ていきたいなと思いますけども、デメリット特にあんまり分からへん。待ってきてる感じデメリット悪いなって思うところっていうのは、良くも悪くもね必要最低限のダウンしか入ってないんですよ。それぐらいかなと思うんですけど、必要最低限って何っていうと、要は細く作ってるじゃないですか。熱気が逃げないようにピタッと作られてるから、必要以上にダウンっていらないんですよ。だからそれをダウン必要以上入れちゃうと着膨れもしてくるし、もっと言うと形も崩れてきて動きにくもなってくるっていうところを考えると、ピタッと体に沿わせることで、ダウンの保温力が上がってくるということで、サイズを間違えるとちょっとこれはね本来の性能発揮せえへんかなと。ノースフェイスとかって結構ゆったり作られてるから、多少サイズ間違ったって全然問題ないように作られてるんですよ。ただこのヘルノとかに関してはピタピタの自分のジャストサイズで選ばないと、ほんまに本来作られたこの綺麗な曲線も出ないし、あとそのためにダウンの量を減らしてるから、やっぱり触ると少しモンクレールとかよりダウン量は少ないような気がするんですね。だからこそ綺麗な自分のラインで着るっていうのが一番大事になってくるんじゃないかなっていうところがね、まあ、デメリットというか結構その辺が難しいというか、サイズ選びがねちょっと重要になってくるんじゃないかなと。僕たまたまネットで買って見事綺麗にはまったけども、まあ、購入される方はね試着する、もしくはこうサイズ交換ができるところでね買うっていうのがいいと思います。僕もね阪急メンズ館で行ったんですけど、なんかねもう取り扱いなかったんですよこれで。ヘルノとかってもう定番のこの長い着丈が長いモデル、おばあちゃんみたいになるやつもしかなかって、これしかないんですかなんて言ってたりしたら、公式サイト見たらめっちゃあるんですよ。だからまあそことかでサイズ交換ができるかどうか問い合わせてみてできるっていうのが一番多分いいと思うんですけど、まあそういうところが気をつけた方がいいっていうか、デメリットっていうかな、まあ気をつけた方がいいところかなと思います。でおすすめの人、どんな人がおすすめなんかっていうと、これ着てみて分かったんですけど、おすすめの人はね時計がお好きな人。時計が好き、何のこと言ってんねやろうと思うかもしれないんですけど、時計が好きな人なんかは非常にいいと思います。っていうのもね、なんていうの、このぴったり感も007みたいな感じだし、あとねそれとさっき言ったこのメッシュがあるでしょ、このメッシュが綺麗にここ止めてくれてるおかげで、時計してた時に時計をいちいちなんてこうめくってこうやって見るって線でもここで絶対止まるようになってるんですよ。だから普段からちょっと時計つけてたりとか、時間を確認することが多いとか、時計が趣味でいい時計つけてんねんっていう人なんかはこれね余計時計がこう映えるというか映えてくる作りになってるんちゃうかなと思いますので、まあ大人の趣味ですよね。こういうたしなみがお好きな方とかやったら時計つけてここでピタッと止まるようになってるので、こうかぶってこうベラーンってなるっていうのがなりづらいので、時計を好きな人なんかはねいいんじゃないかなと思います。だから良くも悪くもこう大人向きですよね。あんま若い人が似合うような形ではなくて、こう綺麗なスタイルになってるので、もちろんスタイル維持も頑張らなあかんし、まあ、プラスアルファ他の小物が生きてくるとか、時計もいい時計してたらさらにこう生きてくるし、車とかにもいい車乗ってればさらにこうかっこよく見えてくると思うので、まあ相乗効果で全てが良くなってくるようなね、ダウンジャケットじゃないかなと。だからパンツとかもこれはできたら細めの方がいいと思うので、こうダボーっと履くような年齢じゃなくてもちょっとスッキリ履ける方の方がいいんかなっていうところがね、今回ヘルノ買ってみて思いました。だからダウンジャケット単体だけではなくて、その人の生活、車が好き、時計が好き、そういう人に
こう合わせやすいようなね、ダウンジャケットになってるんじゃないかなっていうところが、今回このヘルノというダウンジャケットになっておりました。で、まあ僕自身もこれだけじゃちょっとよくわからへんので、また来年とかにはちょっと別の方、まあ定番モデルとか買ってみて、あ、やっぱりここヘルノこういうとここだわりあるような、多分こんなこと考えられてんやろうなっていうのをね、いろいろお伝えしていきたいなと思いますので、またまた楽しみにしておいてください。ということで本日はですね、ヘルノのダウンジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。